ックは答えずに問い返した。人を殺すなら自分の命くらいかけなきゃ不公平だろう。君は何のために命を張ってるんだ？リベルタよ。私たちはスペインの明日のために戦っているの。麗しき暗殺者はわずかに震える声で、しかし毅然と答えた。弱い街灯の下でも無粋な濃紺の民兵服がサテンの光沢を放っている。そいつはご苦労な話だが、お方違いのようだぜ。あんた外国人なのね。リックはアメリカ人が軍事介入したニカラグアの対米抵抗戦争サンディーノ戦役で5年近く中米にいた。その間面倒くさい政治工作もしたし、地元民との意思疎通はリックの通訳を介して行われた。欧州の言語にはさして不自由せず、特にスペイン語は得意だが、外国人なまりは少し残っている。